皆さんこんにちは、ホルン奏者の上原めぐみです。はい、さて今日はアタック発音について一つの練習方法を提案します。エアーアタックとかブレスタンギングって聞いたことありますか？普通音を出すときって必ず舌を使ってチューとかまたとか人それぞれだと思うんですけど、こう発音っていうものをして音を出します。なんですけどこのアタックが強いとピャーっていう音にの印象になったり、弱すぎるとわーっていう音の印象になったりします。でそうするとちょっとこう音の音色の印象っていうのがあまり良くないようなものになってしまうので発音は結構音色の印象の決め手になります。なのでちょっと金管奏者の方、まあ木管楽器の人もそうだと思うんですけど、こう管楽器奏者の人発音っていうのはすごく大事にするべきポイントなんです。で強くなりすぎたり弱くなりすぎちゃったりとかそういうのを解消したいなとか練習したいなって思った時にこの練習するといいよっていうのが、まあ、エアアタックっていうのは空気でアタックなので舌を使わずにこの唇の振動のみですね、息の圧力と唇の振動のみで、音を出す練習をすると、で必ずメトロノームを使ってこの決められたテンポね、ここっていうところでしっかり音が出せるように練習をちょっとしてみます。結構難しいとは思うんですけど、今エアアタックでやってみたんですけど、もうここでしっかり圧力と、振動を感じて、振動を感じてやってみて、やります。でちょっとまあ何でもいいんですけど、とりあえず、その音から半音ずつ下がっていってみましょう。下の音域にも挑戦してみてください。この練習をやると自分が普通にね、今度タンギングを舌を使ってタンギングをした時にもうすごく美しいタンギングができたりすることがあります。なのでタンギングうまくいかないんだよねとか、このタイミングテンポのタイミングで遅れちゃうことがある、うまいことこう狙えないっていう時にちょっとこの練習を取り入れてみてください。それではまた明日。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よければ高評価ボタンもよろしくお願いします。